そっか、さっきのが1時間経ってないから更新されてんだ、そのまま更新されてないんだ、そのまま。こんばんは。ふみおさん、ハート、たまごさん、赤だるま、ありがとうございます。今日はお部屋のお片付けをしてます。プライズレバーさん、あきおめ、あきおめありがとう。みゆびさん、ながつきさん、にもすけさん、ハートありがとうございます。めっちゃヒートテック見える。なんかね、ちょっとずつね、色が外れてきてます。やばい。言わなければおしゃれ。インナーです。地震は余震とかがまだ続いてたりするんですけど、本当に家から出てないので、そう、まあいつもお正月家から出ない人間なんで、はい、なので本当外の状況とか全く、本当にテレビ、私も皆さんと同様テレビでしか本当に情報を仕入れられてない感じで、だから私自身が大丈夫っていうことしかお伝えできないです。ごめん。ともやきさん、マジカのバナナちゃん、ハートありがとうございます。くじのだいごさん、こうへいさん、センスありがとうございます。くまたかさん、センスありがとうございます。ネットフリックスが一番の友達だと気づきました。はるぴょんがいるよ。皆さん、くるみミルクさん、ハートありがとうございます。
トロパックルさん、ハートありがとう。そう、ウィバースで言ってたことは、今からだと時間がないので別日にします。明日、明後日とか。そう、また別日で、ちょっと時間なくなっちゃった。なくしたの自分なんですけど、時間なくなっちゃった。ただいま。この間の公演で本当に前髪切っていただいてよかった、視界が良好すぎる。武蔵郎さん、クマありがとうございます。これは何クマなんだろう、イマジュンさん、ヒロックさん、ハートありがとうございます。ちょっとハーフアップ、久しぶりにハーフアップで配信しようと思ってたんですけどこの首元、うなじっていうんですか、なんか痒すぎて、この髪の毛の毛先のチリチリ感が痒すぎてやめました。あ、そっか、みんな更新してないから、1時間経ってないから配信の通知行ってないんだ。ちょっとウィバースだけで言うね、ごめん。そうだよね、なるほどね。みんな今来たよみたいな。感じ。今来たよ感すごい。すごい現れてた。てやさん、間近なバナナちゃん、ハートありがとうございます。ベベモンさん、センスありがとう。くまたかさん、センスありがとう。すみちゃん、なんだっけ、センスありがとう。トラック野郎さん、ココアありがとう。飲めないけど、飲めないけど、ココアありがとうございます。大丸さんの写真の生写真、こうやってハーピョンが持った、自撮りじゃないんですけど、こうやって持ってる写真、最強ツインテールの時の生写真だから、オフショットとかはあるかも。明日以降に載っけようかなって思ってます。明日発売なので、そしてですね、明日
AKB48 と関係ないわ。明日の午後3時、1月3日午後3時からですね、 KNB さんの橋本春奈のやってみっちゃが、間違えた、全然やってみないです。明日は富山の町中華ワングランプリが、残したい富山町中華ワングランプリがですね、 KNB ふるさとスペシャルさんで、北日本放送さん富山のテレビで入ります。初めて彦摩呂さんとご一緒させていただいて、プロのこうの、なんて言うんですか、プロのこうあれを、食レポを間近で見させていただきました。本当なんて言うんだろう、すごかったので、とりあえず皆さんに見ていただきたいっていう気持ちはありますし、本当に彦摩呂さんもこう富山以外の皆さんにも、ネット配信とかありますかみたいな感じで当日聞いてたので、そう聞いてらっしゃった、あのマネージャーさんも通してちゃんと聞いてらっしゃったので、そう、あの彦摩呂さんが望むならね、ちょっと載せてくれよっていう感じなので、そう TVer さんだったり YouTube さんだったり、ちょっとどこかで載せてくださいっていうのは、私もその当日お願いはしたので、乗ることを祈っててください。そしてそのね、映像だったりとかを見たりとかして、もっと富山の皆さんに、落ち着いたらまた富山の町中華好き、ここの町中華好きなんだよねとかって思い出していただいたり、そういえばそうだったなって、ここの町中華自分好きだなとかって思い出していただいたりして、私とか彦摩呂さんとか渋田アナウンサーさん、 KNB さんのアナウンサーさん、他のアナウンサーさんとかのこう食レポというか、ご飯を食べて笑顔の様子、シーンを見て、ご飯食べようって思っていただけたらなって、そう思います。少しでも笑顔が届いたらなと思います。落ち着いたらまた、本当に店主の方だったりとか、もう本当皆さん優しい方ばかりで、お店の方々皆さん優しくて、なんかおじいちゃんおばあちゃん血がいっぱいできたみたいな感覚になりました。その日本当にいろんなお店の孫になった気分だった、だからまた孫の顔見せに行かなきゃなって改めて思うので、全然勝手に孫になってるだけなんですけど、お、1712日、ありがとうございます。めっちゃ美味しかったですよ、どこも、本当にどこも美味しくて、そう、残したい町中華ワングランプリ、ぜひ。
んかその今日してた片付けは正直もうあのここ1日2日とかでわーってなったのの片付けじゃなくて、あの日頃から物が多すぎて片付けなきゃ片付けなきゃって思ってたものの片付けなので、あのハルピョン片付けしてるって聞いて大丈夫かなって心配になったよとかじゃなくて、本当にただ物が多すぎて片付けられてない橋本春奈の現状なので、あの本当なんて言うんですかね、カツを入れてほしいですって感じです。むしろ心配とかじゃなくて、あのただ私が普段から片付けられてない私の良くないなんて言うんですか部分なので、すいません頑張ります。頑張ります。いや物少ないイメージ、なんか私の理想はこの無印良品とかフランフランさんとか、無印良品さんフランフランさんとかでなんか全部ニトリさんとかなんかいろんなところでこうなんか買い揃えて綺麗な家をっていうのが私の人生の目標なんですけど、綺麗な家というかなんか統一感ある家に住みたいっていうのが人生の目標なんですけど、そうなんか気づいたら物で溢れ返ってるみたいな感じなので、片付けたいって感じです。なんかよくインスタとかで出てくるじゃないですか、おしゃれ女子のみたいな、めっちゃそういうのめっちゃ見るんですけど、全然そんな家作れなくて、家があるだけでねありがたいので、今は家があることに感謝をして、頑張って整頓したいと思います。明日、時間と気持ちと次第かなって感じです。ちょっとは片付きました。ちょっと、ほんと 0.2 ぐらい。全然だ。頑張ります。ということで、ランキング読みます。1位サプライズレバーさんありがとうございます。2位くじの大吾さんありがとうございます。3位トラックヤロアットゴリさんありがとうございます。4位鉄道ナイトアットハルピョン推し永遠兄さんありがとうございます。5位徹夜とハルピョン大大大好きさんありがとう、お写真変わってる。6位コロポックルさんありがとうございます。7位ネバーストップアットハルピョンとピョンズで北陸を元気にありがとうございます。あ変わった、待ってランキング変わっちゃった。1位サプライズレバーさん、2位クジノダイゴさん、3位コロポックルさん、間違えた、3位トラックヤローさん、4位コロポックルさん、5位鉄道ナイトさん、6位ムジカナバナナちゃん、あと会えない期間に橋本春菜の好き度が増してて困り中、やばい会わない方がいいかもうちらじゃ、もっと増してほしい。7位哲也さんありがとうございます。8位熊高さんありがとうございます。9位すみちゃんと富山を脱出できないかと思ってドキドキの一日でした。脱出しなくていいんです。10位エンドレットアットピョンズさん、11位ネバーストップアットネバーストップさん、12位ともゆきさん、13位武蔵野さんありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。またね次会えるのがいつかちょっとわからないんですけれども、また会えるときは笑顔で会いましょう。
おやすみなさい。また明日。ありがとう、配信見に来てくれて。1時間ぐらい待たせてごめんね。ありがとう。おやすみなさい。